騙されたし、滑ったし、走ったし、休んだし、仕切れたし、壊れたし、同じシャープは一度もなかった。ファイナル場所アイドリングメンバーが放送10年目全員卒業となる10月31日に向かって全力で奈良春戦を行う10年目のアシタング、残すところおよそ1ヶ月となりましたが、1ヶ月ですよ、もう終わりですよ何もかも終わりなんだよ俺たちの関係もこれまでなんだよはい、忘れないで、今日はですね、やはり最後の最後に避けては通れないアイドリングオーズのファイナル場所を行いたいと思います。イエーイ、イエーイ。番組初期からですね、さまざまなあの歴史が本当に ね相撲にはあったわけでして、ドラマがありましたよ、これまで、泣いたり笑ったり、うん、そんなことがありました。 そこから生まれた因縁もあって、そうです、いや、はい、本当にそうです、この番組で盛り上がりましたよ。今回がもう本当に最後ですので、そう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 、あのね、こういうところで結果出すやつ売れる、嬉しい、ね、最後の最後でスターはカスタラっていくんですよ。なんか前もそういうこと言ってませんでしたあんなの嘘、大会ですので、もう優勝者、まあ、横綱となった方にはですね、豪華な商品を用意しまして、3万円相当の豪華ディナーにご招待、1人です、勝った方1人、3万円ですよ。しかもね、好きなもの言っていいんですって、なんか焼肉でもいいし、しゃぶしゃぶでもいいし、中華でもいいし、そうですよ、リクエストお答えして3万円分まではごちそうするという。山には優しい、皆さんの皆さん憧れのこれですよ、ねえねえ、ここにご飯乗せて食べるやつです憧れのこっちじゃなくてね、ここにちゃんと乗せてね、こっちじゃないから、こうじゃないよ、ここにちゃんとこう乗せて食べるのよ、お上品にね。さあ早速では参りましょう、ファイナル場所第1試合、こちらからですね、取り組み参ります。1試合目こちらです、高橋さんと石田さん、じゃあ参ります。
ょう、この2人ですね、まあなんかいろんな噂があるようでして、はいはい、2人が楽しそうに話しているところを、まあ、AD が一度も見たことがない。なるほど。嘘、変な挟んでいいんですか。そういう因縁というか、今回体重関係ありません、いろんな噂や因縁、しがし普通に仲いいよね。普通にそんなことない。あれ？あれ？すげえすげえ普通にって言いたがる。何かそこになんか動揺が見えるんですけども。でも普段に思われたことは逆にショックですね。一緒に帰ったりとかはしてるんですか？一緒に帰ったことはないんですけど。プライベートで遊んだこと。遊んだことあります。京都一緒に行ったことあります。2人で。いつ？一年前。二年前ぐらい。遥か古ですね。さあ、木星対決、頑張ってください。参りましょう。あっきょい、頑張った。おー、いいね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 、第1試合にふさわしい投げ技で見事勝利を収めます。意外と強いんですね。いや、かなり意外に強いです。本当に。いや、そう、2人でもいい試合でしたよ。いや、初めてこう相撲とかでなかなか活躍できたことなかったんで、うん、粘れてよかったです。そうね、粘れて、はい、これでまたあと2年ぐらい絡むこともなくなる。仲いいんですね。わかりました。高橋さんの勝利。はい、高橋さん勝ちました。続いて第2試合に参ります。第2試合はこちら、古橋さんと佐藤玲奈さん。ガチガチガチ。こちらの何がガチなんですか。こちらのお二人はですね、最近あまり仲が良くないとの噂。いや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 、ないですよ、別に。違う。さあ、ということなんですけども、もうみんながもうガチ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 。仲良しですよね。目合ってない。あれ、本人たちはこう言ってますけど、何か証言がある。ビジネス、ビジネス。何かきっかけがあったんですか。でもなんか一緒に2人で番組をやるようになってから、はい、余計になんかちょっとこじれた感じはあるな。なるほど、もう出しちゃえ出しちゃえ。不満が、まあまあ、あえて不満があるとすると何なの。いや、リハちゃんとやんないっすよ。もっとやってよと。なんでだろうね。なんか全然笑わないし、うん、なんかひょろひょろんってしてるし、心ここにあらずみたいな感じで。そうなんです。でもたまにめっちゃテンションいいといいんですけど、大体、うんうん、がもうやる気ない。機嫌が悪くて、はい、そう言ってますよね。佐藤さんどうですか。佐藤さんの言い分としては。私、うん、いや、なんかすごい怖いんですよね、うん、たまに。厳しいんだ、そうやって言ってくるんだ。なるほど。なるほど。ただこのアイドリングは相撲が強いやつが正義ですから。ね。佐藤さん結構相撲強いからもうぶっ倒して、はい、佐藤さんに負けたらもう二度とそういうこと言うんじゃねえぞ。おめえが悪いんだからな。その代わり佐藤さんも、ね、相撲で負けたら、ね、しっかりこう古橋さんの言うことを聞いてやること。頑張れ。因縁の私のせいなんですかこの因縁。いや相撲に勝った方のが偉いということ。あ、なるほど。正しい。当たり前だろ、相撲番組だバカ野郎。違う、相撲で決着つけろ。見合って見合って、アッキョイ、登った。おー、勝者佐藤。マッチ棒ぐらい。マッチ棒ぐらいだったね。所詮そんなもんよと。だからもう二度と佐藤さんに変なこと言わない。めっちゃ最近佐藤さんの味方しますよね。最近マスラさん佐藤さんお気づきですから。そしたらみんなから反感があって面白いから。はい、佐藤さんの勝利。素晴らしい。相撲強いやつが正義だからね。続いて第3試合参ります、
こちらです。立花さんと関谷さん。珍しい。何これ何これ何これ珍しい組み合わせです。誰からも舐められている立花さん、はい、きっと関谷さんにも点々点。嘘やん。いや関谷はないやろ。全然東悪くないですか。悪くないと思います。良くもないですけど。良くない悪くは絶対ない。なんで良くないの。え私よくいい結構いいと思った。事務所もあの、うん、ABEX で一緒。そっか。そう ABEX が一緒なんですよ。おうおういつもライブとかも普通はね。でも同じ事務所だったらやっぱりね同じグループの中でも特に仲良くなりというかね、はい、面倒見が良くなりそうなもんですけども、うん、そんなでもないんですか。良くはないかな。悪くは絶対ない。舐められてんの。え、飲めじゃないです全然。まあでも感じる立花さん。いやなんか結構私がいない時に先輩とかとなんか同調して、うん、ですよねすごい言うんですよ。立花さんがいじられてる時にそれあるかもしんないけど。あでもイレッタさんのモノマネするのが一番好きなので。めっちゃ舐めてんじゃん。めっちゃ舐めてんじゃん。ただ相撲が強いやつが。そうですよ。立花さんはもう相撲に負けたら今後モノマネされたりしても一切文句は言えない、ね。関谷さんの方がよりABEXということになります。よりベックス、よりベックスになります。参りましょう。よりABEX、略してよりベックス。どちらがよりベックスなのか。あっきょい残った。勝者関谷。ね、よりベックスはこちらになりましたから。ベックスはね、ビベックスですよね。ビベックス。はい、ということで関谷さん勝ちました。続いて第4試合に参ります。第4試合こちら、殿岡さん対横山さん。だよ、なんかもうもはや猪木ババみたいなんですけど。なんかプロレスファンにとってのなんかもうそれぞれがもうそれぞれでもう団体があってババ猪木とババですよ。まあまあもうね長い間のまあ因縁なのか分かりませんけれども、まあカスカス山と呼ばれね。そっか、そっか、過去にもね。今のところカス山で終わりだっけ。そうです。いやカスカス山ですよ。カスカス山だっけ。そうね。だからもうこれで本当のカスが本格本格決まるからね。本格やだ。どっちが本格かっていうことでね。参りましょう。見合って見合って発狂い残った。もうなんか泣けてくるな。カス山、カス山めっちゃきつい。勝者横山。すごい大逆転決めるね。決める最後決めるね。初めてしてた、ね、そんなドラマチックの勝ち方したの。ねえ、だからもうフォーカス山ではあります。あなたは横山さん。横山です、はい、さあ、こちらに本カスの本カスの加瀬山草子さんがいますけど。なんで勝手につけたの。いや私いや9年やってきたじゃないですか、ね、初めて相撲で宙に浮く感覚、ね、今もなんかちょっと怖すぎる。なんならちょっと殿岡さんの方が押してた感じがあったのに最後に大逆転です。やばいですよ。ちょっと加瀬山さんもびっくりした。ゆりかさんもう事務所もボックスじゃなくてボッカスになりますよ。事務所だけは本当に勘弁してください。子会社の。いや本当事務所だけは勘弁してください。カツオカでいいんで事務所だけはやって。はい、ということで横山さん勝ちました。
なんでしょうね、なんか感慨深かったですね、なんかね、一期生の相撲っていうのはね、面白かった。続いて第5試合こちらです。平田さんと小島さん、さあさあさあ、はい、なんだかんだ言ってやっぱり仲の悪い4期の戦いです。待って、違う違う、唯一仲良かったんです、ここは。本当に本当、そうそう、4期生だよね。4期生でいっぱいいましたよね、5人いたんでしたよね。ここでまず派閥がきっちり分かれてたんです。それで私たち一緒でした。そう、最初ね、はい、あと野本がいました ね、 そう、まだ見た。伊藤、後藤が2人で、はい、VS 2対3の、ね、構図だったんですよね、はい、でもそっちの方が全然人気がなくって、1人抜け、2人抜けで、それで、最初に伊藤、倉田、小島という3人だったの、はいはい、それがまたこの、倉田、小島でなんか、こう組んでて、はい、いろいろもう怒りすぎて、伊藤に、嫌味を言うみたいな構図ができてる。いやそれがいなくなったら今度は最終決戦になったってことなの、まあ、そういうことになっちゃうんですけど、でも仲悪くないの？仲めっちゃ悪くないです、ずっと仲いい。そうなんですね、はい、あ、よかったお姉ちゃん、はい、よかったです、ね、会社の時から本当に一番何にもなかったです、喧嘩とかもなく、平和な平和だし、あ、他がいろいろありすぎ、意外と、なるほどなるほど、そこに巻き込まれたっていうだけなんですね、はいはいはい、巻き込み事件です。東倉田緊張する緊張する、これさあ重量級の対決、非常に注目でございます。やりづらいやりづらいやりづらい、やっぱ一番見応えがある、確かに一番見応えがある、でかいじゃないですか。4期生はね、4期生階級が結構上の方で、残ったのが他の人は細かったね、頑張ります、見合って見合って、はっ、細い子いじめてやめさせたとかじゃないよ。やめさせてない。まいりましょう、はい、よくせぽっちゃりばっかり、見合って見合って、あっきょい残った、頑張れ、おー、いい、おぉ、どうした、おしまー、強いな、強いね、軽々と行かれたよ、自分でもびっくりするぐらいルカを軽々と行きました。私でも浮くんですね。浮いてた、すごい、浮いた、超華奢な女の子みたいになった、よっしゃーって投げられて喜んだ。はい、ということで、この戦い、小島さん勝利しました。続いて第6試合参ります、こちらです。お、玉川さんとミケーラさん、何これ、これ何ですか、はい、ここはですね、5期対ネオの戦いがございます。この時に玉川さんが見事勝利したと。そっかそっかそっか、涙の勝利ですね。一回負けたんですよ、ミケに、はい、そうだよね、でもう一回5期の方が一人少なかったんで、そっか、ネオキがやっぱこうチヤホヤされて、ゴキがあのね、ゴキ自体がちょっとカスミじゃなってた時期があったんだよね。そうだ、それで戦うってことでやったんですよ。はい、それも今日で決着です。負けたくない、負けたくないです。しがし川西ミゲーラ、これ負けられませんよ、それぞれね、ゴキとネオキという看板背負ってるわけですから、はい、頑張る、ね、1回ずつ勝って負けてるんですよ。そっかそっか、一緒いっぱいなんだ。そう、一緒いっぱいですよ。そうだね、だってあの時はね、ミケーラ結構余裕な感じだったでしょ、はい、それがもうちょっと今もうプレッシャー感じてますもんね、あの負けがあってから、はい、これでちょっと踊り込んで、絶対勝つぞ、ね、あそこでせっかく盛り上げたのに、はい、ここで負けたらもう全部大体です、ね、お願いします。いや、でもこの間勝ったのはミケがいっぱい倒した後疲れて私が挑んだから、うん、そうそう、あの時はね、これで勝ったらあなた本物、はい、本当に注目をされますし、ヒーローになりますけども、これで勝てなかったら結局同じかいっていうことですよね。はい、さあ玉川さんの目がうるうるして、いい感じに温まったところで、
ょっとあれえ、ゴキって他ゴキ誰だっけ、はい、頑張ってね、あの辺全然応援してなかったから仲悪いな、コキはもういろいろ入り組んでてもうややこしい人間関係が。参りましょう、さあ見合って見合って発狂い残った、ソーシャミケーラー、さすがやっぱり強い、そうだ私が最強だとね、あの時は負けたけども結局最後に勝つのは私だと。素晴らしい、なんか体育座りしてます、体育座りしてますけどもね、いかがですか結局負けちゃいましたけど、やっぱ黒帯だから、うん、黒帯別に相撲は関係ないでしょ、空手黒帯なんですけど、もう多分俺ね、もう最初戦う前にちょっと気持ちで負けてた気がする、じゃあもう一回やりたいです、ダメだよ大丈夫です、ダメですよ、だから大丈夫だ、はい、この戦いミケラさん勝利しました。続いて第7試合こちらです、朝日さんと大川さん、さあ泣き虫対決がやってまいりました、でも大人になりましたから、めっちゃ大人になったから、うん、結構めっちゃ大人になったんですよ、めっちゃ大人になったんです、めっちゃ大人になったよ、はい、めっちゃもう22と21 21になる、めっちゃ21なの、はい、もっとか勝手にやらないよ、ね勝手に知らない、知らない流れ作んなくて、心もマジで強くなりました、うん、なるほどなるほど、そういういい意味でね、はい、正直、はい、あ、ごめんなさいすいません、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、やることはちゃんとやります、何してくれてんのさっきから勝手なギャグやろうとするわ、ギャグじゃないです、これマジなんです、東朝あなた何でしたっけ、最初に結構でかいこと言ってたじゃないですか、ちっちゃい他の人たちと実績が違うと、いや、ワンパク相撲で小学校2年生の時優勝したことそうですよ、誰の前で優勝したんでしたっけ、何で何で高野花さんの前、すごいんですよ、もう半分薄くなっちゃったやりすぎて、これ本当にすごいことなんだ、なんかつまんね、ちょっと2人とも余裕が出て負けてもいい感じになってるもん、違う違います、知らないんだもん、ほんまにな、うちらこうやって余裕ぶんないと何もできないんですよあ、余裕はないんだ、そうです、もうそうなんだ、いやだからもう大川さんとかもちょっと相撲に対する情熱あの時はすごいあった気がしたけどね、やっぱもうなくなったのかなみたいな、いやいやいや、もう触ります、触ります、仮にもアイドルが司会者に触りますよ、ドキドキしてるこっちも分かってほしい、こうやってこうやってやると何にも分かってほしい、そうなんですね、だからこうやってちゃんとできる、勝ってください、もうライバル対決ですから、マジで負けないから絶対負けへん、最後ですよ、もうこの相撲は最後ですよ、参りましょう、やってみやって、え、もうどうしよう、じゃあ本当仲いいんです、え、本当に仲いいんだ、土俵の上で仲も下手くれもないんですよ、勝った方がいい、はい、負けた方がダメ、勝った方が、あ、そうか、勝った方がモデル、もう急に嫌な気持ちになってるよやろ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 、勝ったらモデル、負けたらド素人、まず勝ってもド素人なんですド素人負けたらいい、見合って見合って発狂い残った、全然やったことありません、やったことありません、ただのワンパク横綱なんです、やばい、やっぱ調子乗んないことが一番だな、そうですよ、いろんなね、いろんな因縁があって
何回も繰り広げてきましたけども、結局最後の最後ファイナルであなたが勝ったということですから、やっぱ ね、いや、いい試合でしたけどもね、ガミガミ言わない方がね勝てるんだね、大川さんの分もだから静かにしとこう優勝してよ、そうですよ、あなたが優勝しないと、ね、そうですよ、優勝しないと意味ないですからね、これで優勝しなかったらもうこの辺なんか地上波カットですからね、慣れべーですよ、慣れべー、結構ブルルしてますよね、うん、違います、私はもうマジは一緒、大川さんの分も頑張ってください、はい、はい、頑張ります、浅井さん勝ちました、やったー、続いて第8試合参ります、こちら橋本楓さん、ぬかさん、はい、姉妹対決でございます、さあここからしばし E テレみたいになりますけどちょっと E テレっぽくなりますけども、初めて東橋本、西橋本さあ勝った方が橋本ねえ、ちょっと勝ってくださいよ、だってもういつもねいがみ合ってるから、はい、ね、勝ちます、もう勝ったらもうお兄ちゃんに、あ、お兄ちゃんに、あ、時間ない、見合って見合って、あっきょい残った全力で奈良春戦を行う10年目のアスタング、残すところおよそ1ヶ月となりましたが、1ヶ月ですよ、もう終わりですよ何もかも終わりなんだよ、俺たちの関係もこれまでなんだよ、
忘れないで、はい、今日はですねやはり最後の最後に避けては通れないアイドリングオーズのファイナル場所を行いたいと思います。イエーイ、イエーイ。さまざまなあの歴史が本当に ね相撲にはあったわけでして、ドラマがありましたよこれまで、泣いたり笑ったり、うん、いろんなことがありました。 そこから生まれた因縁もあって、非常にこの番組で盛り上がりましたよ。今回がもう本当に最後ですので、あのねこういうところで結果出すやつ売れる、最後の最後でスターはかっさらっていくんですよ。なんか前もそういうこと言ってませんでした。あんなの嘘、今日は本当。今回の最後の大会ですので、もう優勝者、まあ、横綱となった方にはですね、豪華な商品を用意しまして、3万円相当の豪華ディナーにご招待。なんか焼肉でもいいし、しゃぶしゃぶでもいいし、中華でもいいし、そうですよ、リクエストに答えして3万円分まではごちそうすると。山にも優しい。皆さん憧れのこれですよ。ねえ、ここにご飯乗せて食べるやつです。憧れのこっちじゃなくてこっちじゃないから、こうじゃないよ、ここにちゃんとこう乗せて食べるのよ。お上品にね。さあ早速では参りましょう、ファイナル場所第一試合、こちらからですね取り組み参ります。試合目こちらです。高橋さんと石田さん、じゃあ参りましょう。この2人ですね、まあなんかいろんな噂があるようでして、はい、2人が楽しそうに話しているところを、まあ、AD が一度も見たことがない。なるほど。嘘、変な挟んでいくんですか。そういう因縁というか、今回体重関係ありません、いろんな噂や因縁。違う、あれあれすげえ普通にって言いたがる。何かそこになんか動揺が見えるんですけども。でも普段が思われたことは逆にショックですね。一緒に帰ったりとかはしてるんですか。一緒に帰ったことはあるんですけど。プライベートで遊んだこと。遊んだことはあります。京都一緒に行ったことあります。2人で。いつ？1年前、2年前ぐらい。遥か古いですね。さあ。ボクセー対決頑張ってください。参りましょう。あっきょい、頑張った。第1試合にふさわしい投げ技で見事勝利を収めます。意外と強いんですね。いや、かなり非常に強いです。本当に。いや、そう、2人でもいい試合でしたよ。いや、初めてこう相撲とかでなかなか活躍できたことなかったんで、粘れてよかったです。ね、これでまたあと2年ぐらい絡むこともなくなる。仲いいんですね。わかりました。はい、高橋さんの勝利。はい、高橋さん勝ちました。続いて第2試合に参ります。第2試合はこちら、古橋さんと佐藤玲奈さん。ないですよ別に。違う。いや待って、話聞いて、話どうでしょう。にしさとさあ、ということなんですけども、もうみんながもうガチ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 。仲良しですよね。目合ってない。
あれ本人たちはこう言ってますけど、何か証言がある。ビジネス、ビジネス。なんかきっかけがあったんですか？でも、あ、でもなんか一緒に2人で番組をやるようになってから、うん、はい、余計になんかちょっとこじれた感じあるな。なるほど、もう出しちゃえ出しちゃえ。不満、まあ、あえて不満があるとするのは何なの？いや、リハちゃんとやんないっすよ。なんかやってよと。なんでだろう、ね、なんか全然笑わないし、うん、なんかひょろひょろんってしてるし、心ここにあらずみたいな感じで。そうなんです。でもたまにめっちゃテンションいいといいんですけど、大体がもうやる気ない。機嫌が悪くて、はい、そう言ってますよね。佐藤さんどうですか？佐藤さんの言い分としては。私、うん、いやなんかすごい怖いんですよね、うん、たまに厳しいんだ。そうやって言ってくるんだ。なるほど。なるほど。ただこのアイドリングは相撲が強いやつが正義ですからね。佐藤さん結構相撲強いからもうぶっ倒して、佐藤さんに負けたらもう二度とそういうこと言うんじゃねえぞ。おめえが悪いんだからな。その代わり佐藤さんもね、相撲で負けたらね、しっかりこう古谷さんの言うことを聞いてやること。私のせいなんですかこの因縁。いや相撲に、いや相撲に勝った方のが偉いということ。あ、なるほど。正しいということ。当たり前だろ、相撲番組だバカ野郎。違いますよ、相撲で決着つけろ。見合って見合って、発狂愛登った。わー、勝者佐藤。マッチ棒ぐらいだったね。所詮そんなもんよと。だからもう二度と佐藤さんに変なこと言わないこと。めっちゃ最近佐藤さんの味方しますよね。最近マスラさん佐藤さんお気づきですから。そしたらみんなから反感があって面白いから。はい、佐藤さんの勝利。素晴らしい。相撲強いやつが正義だからね。続いて第3試合参ります。はい、こちらです。立花さんと関谷さん。何これ珍しい組み合わせですね。誰からも舐められている立花さん、はい、きっと関谷さんにも点々点。嘘や、いや関谷はないやろ。全然東立花悪くないですか？悪くないと思います。良くもないですけど。良くない。悪くは絶対ない。なんで良くないの？私よくいい、結構いいと思った。事務所もあの、うん、ABEX で一緒。そっか、ABEX が一緒なんですよ。おうおう、いつもライブとかも普通はね。でも同じ事務所だったらやっぱりね、同じグループの中でも特に仲良くなりというかね、はい、面倒見が良くなりそうなもんですけども、うん、そんなでもないんですか？まあ、良くはないかな。悪くは絶対ない。舐められてんの？飲めじゃないです全然。まあでも感じる立花さん。いやなんか結構私がいない時に先輩とかとなんか同調してですよね、うん、すごい言うんですよ。立花さんがいじられてる時にそれあるかもしれないけど。あ、でもあの入れてさんのモノマネするのが一番好きなので。めっちゃ舐めてんじゃん。めっちゃ舐めてんじゃん。ただ相撲が強いやつが。そうですよ、立花さんはもう相撲に負けたら今後モノマネされたりしても一切文句は言えない、はい、ね。関谷さんの方がより ABEX ということになります。よりBEXになります。参りましょう。より